はっ、これぞ日本流。日本の多くのメーカーが製造している髪を切る専用のハサミ。そんな中で絶大な支持を得ているのがこちら、水谷シザーズ。シザーズ、1921年の誕生から今年で93年。今やこのハサミを愛用する美容師たちは水谷ストと呼ばれ、日本のみならず世界40カ国にまでファンを増やし続けているのです。実際に水谷のハサミを愛用し、美容師の講師として全国を飛び回る日本を代表するスタイリスト栗本さんにその使い心地を聞いてみると、いろんな切り方をしますので、その場合にも当たりがやっぱりソフトだったり抵抗なかったりするので、だから濡れてるウェットの状態でもよく切れるし、ドライの場合でもよく切れるので、いやもう全然違います。ではそんな水谷のハサミは一体どうやって作られているのでしょうか。水谷の工場にお邪魔し、その工程を見せていただくことに。まずは素材からの切り出し。水谷は材料工学のスペシャリスト、東京大学の朝倉博士とタッグを組み、世界中のさまざまな鋼からハサミを実際に試作、その刃の切れ味や耐久性を検証しました。試作したハサミは5年間で300本以上に及んだといいます。そしてついに探し当てたのがこのナノパウダーメタル。どんなに鋭利な刃先に加工しても強い耐久性を誇る丈夫なこの素材を刃先の形にカット、別に作った持ち手の部分と溶接します。続いて粗削りと呼ばれる工程。ここでは回転する大型のヤスリを使って刃先に角度をつけていきます。この作業を行うことでだいぶハサミらしくなってきました。続いては刃付けと呼ばれる作業。非常に細かいヤスリで刃先の表面に角度をつけていきます。鋭い切れ味を実現するために重要なのが刃先の角度。耐久性を保ちながら極限まで刃の角度を鋭角にすることで、かつてない切れ味を実現したのです。最後の工程が隙間調整。これこそハサミの切れ味を決める最難関の作業です。担当するのは水谷シザーズの2代目で、現在は会長を務める水谷元和さん79歳。ハサミ一筋64年という大ベテランです。水谷さんが始めたのは刃の裏側をトンカチで叩くという作業。一体何のために叩いているのでしょうか。真っ平らだと真っ平らだとこう毛に負けちゃうんですよね。だからあれをすごいつけて毛に負けないように。毛に負けないようにとは、そもそもハサミは2つの刃がぴったり接しているように見えますが、実は刃は微妙に湾曲、このように隙間が空いています。はいはいはい、そう、実はこの隙間が切れ味と大きく関係しているのです。ハサミの2つの刃はお互いに押し合う力が働いています。そして刃を閉じていくことで、お分かりですか、押し合っていた2つの刃がクロスしていきます。これがポイント。隙間が開いているからこそハサミを閉じた時にしっかりと交わり、物が切れる。つまりこの隙間を生み出す湾曲の加減でハサミの切れ味が決まるのです。やっぱり当たり前です。水谷さんが作り出していた隙間はなんと 0.05mm。 この100分の1ミリのこだわりが水谷の切れ味の秘密。こちらハサミで切った紙の断面の顕微鏡写真。外国製のハサミだと紙は潰れ断面もザラザラですが、水谷の方は水谷製のハサミで切った紙の断面がこちら。
円形のままで滑らかです。外国製のハサミで切った場合は髪の毛の表面を覆うキューティクルが壊され、髪の毛の栄養分が逃げやすくなってしまいます。そうすると枝毛など髪の毛の健康が損なわれる可能性が。しかし水谷で切った場合はキューティクルの損傷が少ないため髪の毛も健康で枝毛にもなりにくいのです。そう、枝毛にならないように配慮したハサミとして作られていたのです。もう一つ驚きのこだわりが。この水谷のハサミ30年は持つと言われているのですが、その30年の間に何度でも美容師の好みに合わせて改良してくれるというのです。例えば福岡県の水谷ストのオーダーで、指を入れる穴の部分を通常よりおよそ1ミリ小さくし再び溶接。この1ミリで力の入り方が変わり、よりスムーズに切れるようになったそう。さらに群馬県の水谷ストのオーダーで、人差し指を置くポイントにおよそ2ミリのコブ状のものをプラス。これでカットする時の安定性が高まりました。さらに刃先は取り回しがしやすいよう7ミリほど短くしたのです。これぞ日本流。ハサミを使用する一人一人の好みに合わせて1ミリ単位の細かい改良までしてくれる。日本の美容師のテクニックを支える究極のハサミ、ここまでこだわるのが日本の美容院なのです。よっ。